菅官房長官の今回の訪問の目的は、目に見える形で基地負担軽減が進んでいることを示すことでした。沖縄の基地負担軽減が速やかにできるように、取り組んでいくということで、お互いに意思疎通を図ることができた。菅長官は沖縄に駐留する海兵隊の一部が移転する予定の施設を視察しました。また米海兵隊司令官らと会談し、移転促進に向けて協力を確認しました。ただ帰国した菅長官には難題が待ち構えています。政府は辺野古移設の本体工事を着工したことで、沖縄との対立は決定的な状況です。基地負担軽減や振興策をアピールする一方で、辺野古移設への強硬姿勢を崩さない政府の対応に沖縄県民の反発は強まっています。成果を強調する政府と県民の思いにはまだまだ開きがあり、その距離は縮まりそうにありません。